そっかじゃあおやすみねえ嫌や,やってまだ起きひんってお子さんとってやいちいちもうちょっと寝たいしねえだってもうせっかくの休みやでまだ起きたくないってうんうんまあ,あ分かったじゃああと5分でええから5分で5分だけでええから寝かせて うそしたらちゃんと起きるからさ、もうそうやったらええやろ。ねえ、いや。だって眠いもん。もう休みの日くらいゆっくり寝かせてくれたらええやんか。もう金の早すぎんねんっていちいち。ねえ、ねえ、あかへんってそんなもん。だって開けたくても開けられへんねんもん。 もう上まぶたと下まぶたがチュッチュッってしてて離れたくないって言ってるからさうんそうはいというわけでおやすみうんねはあいやちょっと待って今さ今すぐおきんかったらこれからずっと「おはよう」のチューもせえへんし「おかえり」のチューもおやすみのチューもなしって言うたなあ それはちょっとさ、いくらなんでもひどすぎひん俺がチュー一つでどれだけ頑張れるか知ってて言うてるやろ、それ。うん。ああ、全部なしってことはもう俺無理。もう元気出えへんから起きられへん。うん。うん。もう来てほしいのやったらチューしてや。もうチューってするだけでええからさ。 ね、なんでダメなんだってエッチチューしてって言ってるわけじゃないんやしいいやんかちょっとぐらいうん俺としてはそりゃさエッチチューもしてほしいけどさねあー待って待って今のは冗談冗談言葉のあややんか嘘やってうんもう君からチューしてもらえるだけでとっても嬉しいからさだからチューして。 お願いやからうんチューしてくれたらもう今すぐ起きるうん絶対約束するからねチューしてくれんのえほんまやったー <laughs> めっちゃ嬉しいうんしてうんありがとう満足したさてと 約束やし起きようか。よいしょ。ねえなんなんその顔。もしかしてその顔あれたかがチューでとか思った <laughs> でもそんなことないねんで。だってチューって大事なことなんやからな。だってあの話でもそうやんか。眠ってるお姫様が目覚めるのって。 王子様から愛のこもったチューしてもらうからやろあれってなんでチューで目覚めるかって知ってるかうんえ知らんのそれはなあれは好きな人とのチューで元気を充電してるからやでつまり今の俺も同じやったわけ元気がなかったから君からのチューで充電したってわけやんな ね、うん、<laughs> チューする側とされる側が逆ってもうそんなんいちいち細かいこと気にせんでええやんたまにはお姫様からチューしてもらってもよくないかだって王子様やってたまにはお姫様からチューしてもらいたいっていう時だってあるかもしれへんでうんそうやろそれにいつも同じやったらマンネリ化するって言うやろ あ,あ俺たちの間にマンネリした何かがあるわけではないけどさたまにはいつもと違うことするのもいいって思わへんうんあとそれにさちょっとはドキドキしたやろ <laughs> もうさ相変わらず嘘つくのめっちゃ下手やなもう耳まで真っ赤になっちゃってめっちゃ可愛いねうん もうそんな顔見せられたらさ、もっと可愛い顔させたくなってまてかもう今させたい。なあ、なあ、あのさ、ちょっと久しぶりにさ、ちょっとイチャイチャせえへんねえ、だってさっきの顔見たら、ちょっと我慢できなくなってもうたから。なあ、デートうーん、確かに行く予定やったけどさ、それはまた次でもできるやろ もう今は誰にも邪魔されたくないし二人きりの時間過ごしたいねえもういやいやもう今日は家でイチャイチャしたいねんってなうんうん 幸せ今日デートできなかった分もう後悔させへんくらいいっぱいいっぱい愛してあげるからな。うんだから今日はもう家でイチャイチャしよう。な